デッキガーダー鉄道橋ビーム橋は両端の橋台、または橋脚で支持される橋の主観で最も単純な構造形式である。日本では張り橋にあたるが橋梁工学では一般的ではなく桁橋が使用されている。ビーム橋は支持を通じてモーメントが伝達されないためその構造タイプは単純支持として知られている。最も単純なビーム橋は 小川をまたぐ丸太木の厚板、または石のスラブであろう。近代的なインフラストラクチャー用に設計された橋では通常、鋼、または鉄筋コンクリート、または両方の組み合わせから建造されている。コンクリートの基本構成として補強化、p c 構材入り、またはポスト張力化がされている。建設の種類には、 それらの間にデッキを支持している、シュビームのどちらかの側で、それらの上部にデッキと並んで、多くのビームが渡っているものがある。シュビームには、アイ、ビーム、トラス、またはボックスガーダーが使用されることがある。これらは、ハーフスルーバシ、またはスルーバシを建造するために、上部に渡された補強材となっている。フランス共和国ドル導入権の小川にかかるビームを使用した。 歩道橋。アーチ橋より、モーメントの水力が伝達されないために、例えば上部構造内で水平力をこらえる、レンティキュラートラス及びボーストリングアーチのような、主に革新的な設計には適応させることができない。ビーム橋は、単一の士官とは限らない。中華人民共和国の飛雲ンコ橋のような一部の高架橋では、橋脚で支持された複数の単純支持士官を有している。 これは、橋脚上に連続士官を使用している、高架橋とは全く反対である。トラス橋とは異なり、ビーム橋では指示が組み込まれていないため、比較的短い距離用に大抵、ビーム橋が使用されていただけである。唯一の指示としては、橋脚が利用されている。遠く離れた指示では、ビーム橋は強度不足となる。 その結果、ビーム橋では250フィート以上の主間は滅多にない。これは、ビーム橋が長距離を横断するのに使用されないことを意味するものではなく、連続主間として知られるものを作るときに、連続するビーム橋として一緒に連結されることを意味しているだけである。ありがとうございます。